キックやっててトップでやってる人しか分からないし、この気持ちって孤独なところがありますよね。あいつはもう勝手に評価される選手なんで、どんな大金もらうよりも勝った瞬間が多分一番嬉しい。自分ではもう試合でしか見せられへんっていう思いがあるんで、インターネットがあっての格闘技だと思うんですけど、僕は強さしかないんで。負けたら終わりやっていう思いでずっと練習してるんで、まあ、それ見てたら本当にかわいそうなんですよね。負けてしまってごめんなって、応援してくれたのにってくるから、しっかり危機感を持って勝つことは大前提で。いやもう俺、まあ、でもここがあったから多分強くなってこれたのかなっていうのもあるし、その後ぐらいに、まあ、キックやろうかなと。その時多分天心が出てきた時ぐらいかな、多分。ただただ調子乗ってただけです。まあ、自分が強いと思ってたから、俺強いからいけるだろうみたいな感じ。で、やっぱいけたし、ある程度。まあ、2戦目で僕、その、関西のチャンピオンになって、練習もしてない状態で、楽勝やみたいな感じになって、で、3戦目で、ライズの内藤選手に負けて、そこから父親がスイッチ入ったんですよね。頑張ってる選手なんかもたくさんいますもんね。ほんまにもだからそういう選手を見ると、まあ、それ以上に頑張らなあかんって僕も思えてくるわけですよ。もう世界と戦う、世界一を狙うんやったら今頑張ってる選手以上に頑張らなあかんぞって燃えてくるんで、父親とミットだけ持ってここに入ってきて準備体操して、冬もあったからもう超寒いし、勝手に暖房使われへんから技が多彩ですね。二段蹴りですね。中で変えるっていうのはすばらしい。注目してるところがあります。はい、あーと、聞いたか、聞いたか。1回、また変わってますね。あらわき、固めている、直樹、おーと、我々至近距離で見てます。バックスピン。それをちょっと裏返すと、やっぱりこう怠けてる人間にはめちゃくちゃ厳しいんですよ。だから自分がこうやってるだけにこう必死で頑張ってないやつとも喋りたくもないみたいな。苦労せえへん道に行くんかなと思うことも結構ありますよね、ファイターとかで。なめんなよって思います、その同じ職業してて。だから弱いねんって言いたいですもんね。多分プレッシャーもね、半端ないと思うんで、かわいそうやなと思いますけど、うん、まあ、でもまだ、ね、自分より強い人がおるし、まあ、まだ父親でも認められてないんで、これでもう負けへんよなって思うとこまで来たら、ようやく立派かなって思いですね。やっぱり誰よりも尊敬できるし信頼してるんで、一緒にいろんなものを取って、最後に世界のベルト取って、ちゃんと父親に渡してあげたいなって言われますね。まあ、タイトルはやっぱりライズの世界タイトルは
もちろん取りたいですけど、まあ、そこが最終目標であって、まあ、その中で、まあ、ISK だったりとか、まあ、いろんな世界の団体っていっぱいあって、でそういうのをライズの世界タイトル取る前にいっぱいこう引っ提げて最終のライズを取りに行くっていう目標が一番ありますね。ダブルボックス、だから上から下まで潰す作戦、下聞いたら上聞かして、まあライズが強いっていうのを証明したいし、まあ、俺原口健太が一番強いっていうのを証明したいですよね。